今回は新型アルファード 30K 後期ですね。で、高速で空港の方を使っていこうと思います。まあ、今は普通にアクセルを踏んで走行しています。まあ、もう押しましょうかね。このレバーのところにあるクリコンをオン。で、レバーを下げて、セット。で、67キロで自動的に走っています。このアクセルから足を離した状態ですね。で、前のセダンと距離が離れてきたんで、スピードを上げようと思います。スピードを上げるときはこのレバーですね。このレバーを上に上げます。で、80キロにセットしました。で、80キロまで加速しましたね。で、レーンキープもしてみたいと思います。車線維持支援システムですね。まあ、このセンターラインとこの車線の真ん中を走ってくれる支援システムです。まあ、一応ハンドルは握ってますけど、もう完全にステアリングが浮いてますね。ホンダフェンシングよりちょっと強めのステアリングの補助が効いていますね。もう完全にほぼ自動運転みたいな感じです。で、もうちょっとだけスピード上げようと思います。で、レバーを上に5回上げて85キロにセットしました。本当は追従したいんですけどね、ちょっと前のセダンが飛ばしすぎなんで、多分90キロ以上出してると思うんですよね。いやー、もう本当に楽ちんですよね。特にこういった大きなミニバンはもうこれからの時代は必須アイテムですよね。まあ、アルファードだと大丈夫なんですけど、そういったシエンターとかだと横揺れがしたりするんで、特につけておいた方がいいと思います。まあ、こういった高速を走ってて思うのは、やっぱりボクシーとかノアとかエスクワイア、まあ、エスティマとかより直進性が安定してるんですよね。あと、そういったロードノイズとかもすごい静かです。乗り心地もいいですし、今まあ正直85キロちょっと出してるんですけど、エンジン音とかももう全くと言っていいほど聞こえてこないですね。本当にいい車だと思います。なんか前期型の30Kの前期のアルファードに比べてボディ剛性を高めたみたいですね。シャッシーとかサスペンションも変えたんですかね。静粛性が増して乗り心地がだいぶ良くなりましたね。で、オートライトで自動的にエアしてくれています。で、解除したいと思います。解除するときはこのレバーのオンのボタンを押しておく。まあ、ブレーキでもいいんですけどね。まあ、そんな感じですかね。